お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらの、バルーンデッキでですね、やっていくんですが、これは、高回転の、前なんかありました、みかんバルーンみたいな、みかんさんの作ったみかんバルーンと似てるんですけど、そんな感じのやつで、なんか今、あれですね、神器とかが結構多いんですけど、神器に強くて、あとジャイにも強くて、クロス、これめちゃくちゃ接戦だったんですから最後負けたんですよね。ジャイ、神技とかに強いかなっていうので、意外と今はなんか強いんじゃねっていうデッキですね。ということで、グラッチャルいきます。日本人の方ですね。はい、ということでこれは負けられませんね。いやー、これ渋いっすよね。これマジしんどい。エキポンがマジしんどい。これはもうディガー飛ばして殴りたい。オッケー、もうこれオッケー、これは十分、これ十分っすね。でここのダクネにファルチを割いてしまうとあれなんですよね。その後ゴレとか来て、ああこれ美味しい。これはもうユーノとダクネを同時に処理して、いやこれは美味しい。一気にアド回収できましたね。今対空がダクネしか見えてないんですけど、これはバルーン飛ばしたいっすね。あ、多分こっちにバルーン割いとけば相手は対空あって、ベビドラ、いやないな、いやこれ美味しい。でこのメガゴはザップで処理して、これを縦線ディガーで、だってダクネというの、オッケー、これエリポン殴れたらもう勝ち。よいしょ、ああ、ここは止められましたけど、このランバーが前に来てくれるんで、よし。でここを、トルネファルチェでしっかり防衛したいですね。でユーノにはバルキリー当ててですね。よいしょ。いやこのファルチが強い。ファルチが強い。でこうコウモリザップで処理して、オッケー。でこれは破裂してくれたらターゲットがメガゴに行くはず。オッケー。え、行ってないけど、このファルチで、このカウンターでバルーンを出してもいいっぽいですね。相手メガゴしかないんでバルーン処理できるのが、いやこれ入りましたね。でこのファルチは正直もう捨てていい。っていうかこれあれっすね、サンクラ取られないようにしとけばいいやつっすね。でここはもう多分どう頑張ってもさすがに1個おられそうだったんで、よいしょ。いやー、ここでサンクラ狙いきたのは意外とやばいかも。いや言うてなんとかなる。ファルチェ頑張って。これファルチェもう一周っすね。でこの1体はやられるんですけども、この次ですね、この次が回ってるんで、で多少許容しつつですね、よいしょ、サンクラを取られたらダメ。オッケー、耐えた。さすがに、危ない、ポイズン。で、これはもう、あれっすね、もうバルーン出して、リガー飛ばして、もうバルーン爆破が入れば、あとはザップ削りぐらいで結構いけると思う。いやー、これはもう、ほどほどしてましたね。いやー、危ない、結構危ないな。でも、大型は、パルチェをですね、やっぱ初めに出すんですけど、もうその後回してもう一周ですね、2体目のファルチェで防衛するっていうのがすごい大事かなと思いますね。1体目のファルチェですごい頑張っても、意外とスペルとかディガーとかで処理されるんですよね。なんで、前半はその1体目のファルチェを結構守るんですけど、後半とかになるとですね、もう1体目のファルチェでできるだけ守るんですけど、その1体目のファルチェを見捨ててですね、2周目ファルチェで防衛するのが結構大事かなと思います。で、ここはディガー飛ばして、なるほど、相手のカードが何か分かんないですね。これバルキリー裂きたくないな。でトルネだともしかしたらツレ、キングに持っていきれないかもしれなかったんで、これ多分神技っぽい。神技は勝ちたいですね。おお、なるほど、これトルネがない。
いや、雑魚もないから、突進はまあ、突進なら許容する。よいしょ。いや、ファルチ頑張って。いやー、ここ立てるの戦士、咲いても良かったです。まあまあまあ。今、ザッピー咲いた。相手はあれしかないですよ。インドラしかない。で、ここで、バルーンプラスのディガーで、この、あー、これあれですね。インドラをトルネードで逆サイに持っていってあげれば、もっと入ったんですけども、ここはザップで。よいしょ。2発で十分。いやー、しんどいしんどい。ここはバイスピ頑張れ。ゆー、今の相手のザップがクソうまかったっていうか、たまたまだと思いますけど、ちょうどバイスピ出したところにザップが来ましたね。いや、今の狙ってたらクソうまいっすね。まあ、こっからですね、こっからで、あと480は、もうディガーで、削りますね。なんで、あとは、本当に落とされないように、しっかり防衛。いや、ここの防衛な、どっちに何を出すかなんですよね。これこっちでいいかな。いやー、よくなかったっぽいっす。よいしょ。いや、これやばい。左がやばい。いや、でも右もやばい。待って、これ爆破がじゃない、ギガーだけで削れない説ある。いや、オッケー、削れるけど、左がやばい、左がやばい。やばい、これはトルネードで吸いたい。ファルティ生きて、うわー、やばい。え、待って、人気に負けたことない、本当に。よし。いや、これはまだ参る。バルーンを2発入れれば勝ちなんで。ですね、ファルチはファイボでどうせ処理されるんですけど、これ多分ファイボが来る。よいしょ。ここはトルネードでして、やばい。待って、バーバリアン強い。いや、耐えてくれないとやばい。いやー、待って、これはバルキリー咲くしかない。まあ、こっからっすよね、クラロワって。クラロワはこっからっすね。よし。ここはもう、お前ずるいって、それ。これもトルネードで。よいしょ、ファルチ投げて、カマ投げて。ちょ、待って。うちのファルチカマ投げん。やばい。よし、耐えた。オッケー。いや、なんとか耐えてる。しんどい。一発。よし。いや、相手スペル全く打ってこないですよね。なんで？よいしょ。オッケー。おいしょ。いや、まだ耐える。耐えすぎても良くないな。良くないな、なんか。出たよ。で、今、ザッピー使ったんで、あれです。これ相手は、あ、トルネ。トルネでファルチ生きて。オッケー、ファルチ生きたら、相手も、ああやだ、全然ある、マジワンチャンある。マジワンチャン。邪魔。いや、ないな。いや、ファイブを耐える。ワンチャン。これファイブ耐えるよね。奇跡起きるはず。え、ま、いやー、そういうことか。奇跡起きず。いやー、しんどいなー。これは勝ちたかった。あれっすね、初っ端のファイスピのマジで、あれがなかったら多分勝てる。おー、来た。ということで日本戦ですね。はい。いや、で、今これ僕今8-2かな、8-2負けたら終わり。いや、勝ちたいですね、勝ちたい。で、初手バルーンは絶対したらダメで、初手ファルチェも絶対ダメで、それ以外ならまあ何してもいいっす。はい。ということで、ファイスピー流します。あー。
戦で一応防衛。アイゴレディガー三重死っぽい。ああこれ三重死っすね。相手あとガゴムレと三死なんで、バルーン出したらでもガゴムレ来るんですよね。あこれはファルチェ、後ろからバルキリーが上がったんですけどバルキリーなかったんで、もうファルチェ出して、横川高校は突進を受ける。いやバルキリー今出して、このカウンターにバルーンですね。で相手が三重死出してきたらもう逆サイに全部送ります。でもこれはいやーそれうまい、リガーの位置がうまい。いやーこれは超ヤバめんです。ギャング使ってほしいな、さすがに使わないか。あ使った、ギャング使ったらあれなんですよね、相手この陸受けがアイゴルカ工場とかしかないんで、リボンカーソル、よしよし、まあ、ダメなんでやばいですけど、いや早いわ、2周目早いわ、ザップっすね、することないんでザップっていきましょう。ガゴムレは、まあ、ファルチェとファイスピいるんで、なんとかなるんじゃないですか。いや、なんとかなんないけど、ファイスピ、いやー、これ取れねえと欲しい。これ取れねえと欲しい。まだ待って。これ右に縦線だけっすね。アラム、邪魔。トルネード、よし。よいしょ、守れた。ファルチはやられるけど、マスケット処理できて、オッケー。よし。いやー、しんど。めちゃくちゃしんど。左、もう一回右縦線だけで防衛して、ここっすね。これ一回ディガーディーや。やだ。よいしょ、マスケを処理してくれたら、オッケー。これバルーン飛ばして、あ、もう一回あれか。いや、ん？あー、まあまあ、ここは、一回我慢。このディガーが痛い、ディガーが痛いよ。いや、待って、ファルチが打ちった。今のファルチ打ちった。いや、これは全部固めて。いや、今左にバルーン出したいけど、バルーンがね。いやー、それもしんどい。けど、これはバルキリーで受けて。こうファイスピで。許容。OK、バルキリー強い。フチレ。まあ。いや、めっちゃいい試合。これザップで処理からの。いや、ディガー来る。来ない。これあれっすよ、これでよいしょ、ファイスピー、よいしょ、これ買っとくね、一発入れ、一発、あー待って、勝ってね、全然勝ってね。これは右立てせん、よいしょ、工場打って、いやこれザップされたらやばい、いやザップない、やばい、下のあのディガーやばい、ザップくんな、オッケー。いやー待って、ファルチ、トルネード使ったー。ちょ待って、やばい。落ち着け。さてはディガー削りパンちゃん。いや落ち着け。まだ参る。いやー参りたい、まだ参りたい。いやこれどこに来るか。来た、オッケー、下美味しい。耐えた、待って、ワンチャル、バルーン飛ばせ。いや、バルーン飛ばしてもあれだ、三十期待しんどい。いやー、どうしたらいいんや、俺は。おっつけ。これ、リガ削り。で、右の三十死2体もやばいんですよね。気づけばやばい。よし。これ、アイゴル削りもやばくない。アイゴル削りやばい。アイゴル削りやばい。言うたやんけ、やばい。お前、この辺や。あー、呼びはー。マジか、読み、いやトルネカラブリジンゴですね。いやうまかったなということで、発祥の宝箱ウルトラマジアチャだけ、もうマジアチャ、あ、ロンガイ、これはロンガイさ、あ、まあまだ許せた。はい、ということでですね、今回はこのバルーンデッキなんですね、
紹介したということで、最後三十品惜しかったんですけど、まあ勝てないことはないですね、あれは。はい、まあ、負けちゃったんですけど、はい、というわけでこのデッキ、まあ、よければね皆さんも使ってみてください。バイバイ。